ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい、もう生のオーケストラを超える迫力と音色で弾いてくださって、実は今日ソロに比べたら簡単なんです。ソロは本当にこの曲は難しい、2番とは比べ物にならないぐらい難しいですね。はい、今日が実はですね、初めて人前で演奏する、機会でして、大変、一曲でも大変なんですが、前半にショパンを3つも弾いてっていうのは、なかなか今後のいい体力作りになったんではないかなというふうに思ってます。ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、このシリーズは、この間の山崎亮太さんと、僕でこうラフマニノフのコンチェルトシリーズってことで関本翔平さんが、オーケストラを弾いてくれたんですが、次は、梅村智代さん、はい、2月24日です。皆さんメモってください。あ、結構先なんですね。来年なんですけどね。この間行われたシューマン国際ピアノコンクールで見事最高位1位なしの2位を、受賞されて、これからねすごくも活躍されることと思ってるんですけど、今日実はここに来ていただいています。どこですか？あ、いらっしゃいました。こんにちは。こんばんは。僕はありがとうございます。こんばんはですね。時間がもうここにいると分かんなくなっちゃうんですね。僕は梅村さんと会うのはニューヨークでこの何年か前にお会いして、日本ではそれ以来となりますけども、今はコンクールのお話をちょっと聞いてみましょう。少しだけ。それはいつ行われたんですか？今年の6月末に行われていました。それどれぐらい期間がドイツで、ツビッカウという町でシューマンの生まれた町、ドイツで行われていました。はい、2週間ぐらいということ。あ、それは大変なんですよ ね、実科学も僕も皆さんもその国際コンクールってなると、ね、2週間とか、ね、1ヶ月とかそれぐらいありますから、その間非常に緊張感を持った他の参加者と、ね、一緒にこう過ごさなきゃいけないし、ね、本番もあるし、非常に緊張感のある。でそのシューマン国際っていうのはやっぱりシューマンが多いんですか？そうですね、ほとんどシューマンの作品を演奏しまして、一番最後にシューマンのコンチェルトを演奏するんですけど、そのコンチェルトを2月に、もう一度演奏させていただきます。シューマン、そのコンクールで弾かれたシューマンのコンチェルト、他の作品もコンクールで弾かれた曲はありますか？実はなくて、今回は前半のプログラムは、シューマンの名曲ということで、小さな商品を集めて、構成されています。そうですか。非常に楽しみなプログラムで、じゃあ、頑張ってください。皆さんも2月24日ですから、午前11時からですね。まあ、ちょっと、朝来れない人もいるかもしれないですけども、仕事を休んできてもらえるようにしていただければと思います。じゃあ、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、実川君、ここのホール、シンフォニーホールで初めて弾かれたということですけども、はい、今日弾いてみてこのホールはどうでしたか？ここ全部で2000人くらい入るホールなので、どんな響きなんだろうと、舞台に立ってどういうふうに聞こえるんだろうと思ったんですけども、本当に気持ちよくて、こんなに広いのにちゃんとこう自分の音が返ってきてどう届いているのかっていうのが舞台で分かるホールってなかなかなくてですね、大きいと行きっぱなしでちゃんと聞こえてるのかなって不安になったりしたことがあるので、今日はとても気持ちよく、いい響きの中で演奏できました。はい、そうですね。はい、こんな感じなんですけども、皆さんどうでしたでしょうか。なかなか
ピアノコンチェルトを2台で弾く機会っていうのはほとんどないんですけど、まあ、たまにねコンクールだとか、まあ、そういう時にぐらいしかないんですけど、こうコンサートでなかなかこうやってやる機会ってないんですけど、まあ、オーケストラ、まあ、普通はオーケストラとやるもんなんですが、そのオーケストラとは、また違った、オーケストラだとなかなか合わないとこでもちょっとこう合わせることができる、で、まあ、セカンドの技量によってなんですけど、それはそれは、ありがとうございます。本当にそうで、よく素晴らしいサポートをしてください。なかなかあの他にはないあのコンサートなので、まあ、新しい試みとして非常に面白かったかなと思います。また、シューマンの、コンチェルトと、シューマンの作品を今度次回、梅村さんが、大変素晴らしく多分弾かれると思いますのでお願いします。今日はどうもありがとうございます。長い時間ありがとうございました。